マブラブ、アニメテッドザデイアフター、前回に続きアプレイしていきましょう。さて、フランスがどえらいことをやらかしたという後からですね。これは目標周辺の大気圧を示したものだ。出どころについては割愛するが、アメリカ軍の甚大な努力によって作成された、信頼に値するものであることは間違いない。見ての通り、目標周辺は気圧が極めて低い。燃焼や装備の問題から、気候部隊には現状以上の対策が必要だと判明した。対策後に随時出撃させる予定だが、どれだけ早くとも到着まで2日はかかる。確かに戦術機部隊やストライカー部隊と比較すれば、気候部隊の足は遅い。このため鉄道での運搬も検討しているが、妨害工作として線路が破壊されている可能性は高い。そうでなくとも罠が仕掛けられていると考えるのが妥当だ。まあそれで来るだろうって読めるからな。タイムリミットは24時間。つまり我々には機甲部隊の戦場到着を待つ猶予はない。戦術機と陸戦部隊のみで作戦を実行せざるを得ないのだ。なお今作戦では航空爆撃も期待するな。該当地域の正確な気流、気圧データがない上、基地の対爆構造を凌駕するだけの爆撃は不可能だ。さて改めて伝えるが、現地の気圧は極めて低い。酸素供給を受けずに行動した場合、脳浮腫や排水腫を起こす可能性がある。要するに高山病のひどいのになっちまうってことだな。ああなるほどね。各自パルスオキシメーターの値には常に注意しろ。管制ユニット内は安全でも外に出ることになるかもしれん。また機密ヘルメットの作動確認は必ずしておくように。機密ヘルメットか。実は訓練でしか使ったことないんだよな。また燃焼の問題は飛行部隊だけではなくジャンプユニットにも影響すると考えられる。ジェットの使用は可能だが、現地で調整を行いつつ柔軟に対処してもらいたい。無茶言ってくれるぜ。戦闘中に燃焼をいじれってか。これに伴いロケットモーターの使用頻度が増大するはずだ。推進剤の消費も増えると予想される。残量には十分注意せよ。また今回はベータ戦以上に戦闘中の補給が困難だ。そのタイミングが勝敗を分ける可能性がある。各自己の機体のみでなく、両機小隊の推進剤残量にも注意を払うように。たく考えたくないぜ。情報が出れば出るほどマイナス要素が増えていくな。ここまでで何か質問は？いっぱいあるだろう。付近にはコロラドスプリングスという町があります。住人の避難は行わないのですか？行わない。周辺住人の大多数は死亡していると予測されている。生き残っていたとすればすでに戦闘区域外に避難しているはずだ。あ、そうか。そもそも酸素マスクないときついような状態のところで生活してるやつなんかいるわけねえだろって話か。了解。儀式ってやつか。分かってはいても、そこに町がある以上どんな状態であろうが住人のことは気にかける。諸君らには厳しい任務を強いることになる。だが我々はこの作戦を何としても成功に導かねばならない。正義がどちらにあるかを明らかにしなければならないのだ。我々は分散して接近し、ごく短時間で敵の首を跳ね落とす。基地の奪還に成功すれば戦争は終わる。彼らにはそれを継続するための資産が残されていない。やるしかない。では最後に一つ補足がある。今回日本帝国からこの絵部隊を派遣してもらうこととなった。ほう、タケルちゃん来るかな。タケルちゃんだ。でもな、なんかすごいやつれてるんだよな。やつれてるって、やつれてるでもないのか。なんか、なんだろうな、昔の明るさ戻んないんだろうな、この絵。一個戦術機招待のみの参戦だが、腕は確かだ。黒のこの絵か。以上だ。詳細な作戦は後ほど転送する。個別のブリーフィングは移動中に行うように。解散。黒って何なんだっけ。まあ、タケルちゃんが入ってる以上
その血筋とかじゃないっていうのはわかるんだけどさ、他の色なんだっけ。後で転送だと、今立案してんのかよ。今回もまともなことにはなりそうもないな。ああ立浪注意。というわけで詳細に関しては後ほど説明に上がります。ヘルメットの確認自分でもしておいてくださいね。忙しいな、忙しくしてんな。低酸素地帯対応マニュアルが手書きってのが泣かせるじゃないか。よっぽど焦ってるってことだよな。さて、ゆずか、いいか。何でしょうか。硬い表情だな。今さら言うことでもないとは思うが、手紙くらいはきちんと残しておけよ。注意、心配していただけるのはありがたいですが、それはごく個人的なことなので。隊員の問題は作戦前にできる限り解決しておきたい。でないといざという時に判断が鈍る。そして仲間がその巻き添えになるんだ。お前が親と相入れないんならそれはそれで仕方がないさ。でも仲間を不安にさせるな。言いたくないんなら聞かれるようなことをするな。構ってほしいならもう少し受け入れろ。本当はもっとゆっくりきちんと話をしたかったけど、こんなことになっちまったから、頭ごなしに悪いと思ってるよ。注意、こんな当然のことを理解できないお前じゃない。大きな理由があるんだろうと思ってるが、一応言わせてもらった。はい。注意、ミオのエレン。平穏な年の瀬なんて期待してなかったけど、ここまで来るとサプライズすぎて冗談かと思うわね。そうだな、今年も残すところあとわずか。厳しい一年を頑張って生きてきて、最後の最後で死んじまう可能性もあるわけだ。それより、私たちもヘルメットの説明は受けました。簡単なのですけど。そうか。それじゃあ、楠本軍曹が詳細説明に戻ってくる前に、招待ブリーフィングを済ませておく。今回の出撃では、エレメントの構成を変更する。俺の領域はミオノだ。仙道少尉の領域は、エイス少尉とする。そういうわけだ。頼むぞ、ミオノ。はい。以上だ。あと20分でここを出る。各自低酸素地帯戦闘のマニュアルを再確認しておくように。解散。待ってください。待ってください。理由を聞かせてください。これまで立浪注意のエレメントを務めてきたのは私です。この重大な作戦でそれを変えるべきではありません。そうよ、一体何考えてるのよ。いくら雫の腕が良くったってそれだけでは済まない問題でしょ。納得できないわ。これは熟慮の結果だ。変更はない。父との確執ですか。私がその個人的問題を体内に持ち込んだから。でもそれとこれは別じゃないですか。違うでしょ、ゆずか。いくらなんでもそれで体全体を危険にさらすようなこと許されるはずがないじゃない。けど響き。その通りだ。そんなくだらない理由じゃない。無関係じゃないが、これが現状の最良だと判断した結果だ。理由になっていません。今回の任務は過酷な環境下での激戦になる可能性が極めて高い。互いに気遣うことの重要性はブリーフィングにもあった通りだ。だが小牧隊員の直属である俺たちに求められる働きは生産プラント奪還戦の日じゃない。クリアすべき条件は想像以上に厳しいはずなんだ。アメリカ軍の手前、私たちを見て帝国軍そのものが判断されるということね。この間俺は言ったよな、あの丘で俺は上を目指す、力を貸してくれって。お前らはそれを承諾してくれた。俺の無茶が俺だけじゃなく俺たちの価値をどんどん上げている。そこから降りることはもうできない。だから力を貸すと同時に当事者であるという自覚をしっかり持ってもらいたい。前置きが長くなったが、そこで俺と仙道少尉は戦闘に専念する。ミオの少尉とエース少尉は
戦いながら俺たちのサポートだ。気遣ってもらえることを期待しないでくれ。二人は俺たちよりもサポート適性が高いと判断している。それが俺と仙道少尉を分けた理由だ。お話は分かりました。最後に、私と父の問題が無関係じゃないという点を教えてください。その問題は、お前もそうだが、お前以上に仲間が気にかけている。俺はそれをいろいろな機会で知った。それをもとに判断したという意味だ。分かりました。エース少尉、頼んだぞ。ミオの少尉もな。以上、解散。二人とも深刻そうな顔していっちゃいました。エレン、頼んだぞ。飯塚と親父さんの確執、それを自分なりにでも理解できたやつじゃなきゃ後ろを見てやることは無理だ。さっきは余計なことを言ってすみませんでした。余計なことなんかじゃないさ。お前の言葉で俺はこうする決心がついたんだ。ミオノが俺と組む、どういうことだ。ああ、ここの、っていうかミオノの提案だったんだな。これは私が勝手にそう思ってるだけかもしれませんけど、違ってたらすみませんけど、きっと今回も昼夜無茶しますよね。きっとその気がなくても、きっとそういうことになっちゃいますよね。よくお分かりで。そうかもしれないな。俺たちは小牧大尉の直属だから、特に日米合同となれば帝国軍の顔みたいなところもあるし、しっかり働かなきゃいけないよな。そうですよね。無茶をする俺から柚塚を遠ざけるべきってことか。どうしてそう思った。柚塚ちゃん、お父さんが生きてたじゃないですか。それなのに仲が悪いまんまで、それでもしものことがあったらすごく悲しいし、私そんなの嫌です。ジュイのお家のことはよくわからないんですけど、でもその、ジュイは大丈夫だから、その…俺の家族はもう…いないよ。受け入れたのか。だから、ユズちゃんの代わりに、私がジュイと一緒に前に出ます。何言ってんだよ。お前には小手川先生やみんながいるだろう。俺たちの中じゃ、一番大家族じゃないか。はい、いっぱい幸せでした。そのおかげで覚悟はきちんとできています。でもゆずちゃんは。ミオノ、お前の思いは分かった。だけどあいつの個人事情のためにお前が犠牲になるのはおかしい。犠牲じゃないです。みんなが精一杯頑張れるようにするためです。こうした方がきっとみんな作戦に専念できるし、そうすればみんな生き残って作戦も成功して、そのためなんです。お前が俺の背中を押してくれたんだよ、感謝してる。やめてくださいよ。けどお前は理不尽さを感じてるだろうな。ゆずかの個人事情のためにお前を犠牲にできないって言っといて、結果はこれだ。そんなことありません。私が望んだ通りになったんだから満足してます。私頑張ります。そうか。それよりもゆずちゃんすごく落ち込んでました。注意のサポートができないのはやっぱり辛いですよね。考え足りなかったな。サポートができないことよりもっともらしい理由をつけて外されたって感じてるからだろう。大丈夫、あいつならきちんと整理できるさ。注意分かっててとぼけてるのかな。それにしても正直お前を子供扱いしてた。悪かった。あれだけ無茶させればお前だって一人前になるよな。私を成長させてくれたのは立浪注意と大神注意です。大神注意言ってました。自分みたいに臆病者になるなって。ついていくなら立浪注意の下がいいって。その時はよく分かりませんでした。でも今なら分かります。あの時プラント奪還のために突っ込んでいく時、確信したんです。待て待て、大神注意は臆病者なんかじゃないぞ。そりゃ落とされはしたけど、あの覚悟と行動があったから俺たちは。そうじゃ
ありません。注意は部下を殺したくなくて、無理なのに自分で全部背負い込んで短期で突っ込んで、だから落とされたんです。あの時部下を盾にしていれば注意は成功していたはずです。立浪注意は一人だけ前に出て突っ込んで、それを危険だって言ったゆずちゃんに、お前がついてこいって言いました。覚えてますか？そんな、単独は危険です。エレメントを崩さないで。おお、だったらお前もついてこい。大神注意は隊長なのに誰かを犠牲にできない、命をかけろって言えないことを臆病者だって言ったんです。それは本当の信頼じゃないんです。そりゃもしも本当に死んだら取り返しはつかないから、簡単には言えないですよね。私は無理です。でも私たちは仲間です。どんな事情だっていいじゃないですか。みんなが精一杯頑張って生き残るための道を考えるべきです。そのために盾になれって言われたら、私はそれでいいです。それでもしも死んじゃったら、その時は仕方ないです。ミオの、だから私一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ああ、わかった。背中は任せたぞ。はい。大神注意、ありがとうございます。あなたのおかげでミオのはすげえ大きく成長しましたよ。本当にな。もともと戦うことに関してはかなり割り切った考えを持っていたやつだったけど、それがいい方向に昇華されつつある。こういうのを見せられると自分たちの停滞っぷりがよくわかる。正直焦るぜ。今度大神注意のところに見舞いに行くときは高い菓子折りでも持っていかないとダメかな。腕と足をよこせって言ってました。移植待ちだそうで随分不便してましたよ。ああ、今腕と足ないのか。そんなもん土産に持っていけるか。話が生々しいんだよ。たくあの人は明けすけにも物があるだろう。エース生命をかけてミオンノに道を示してくれた。必ず生きて帰ってお礼を言いに来ます。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。暗いなぁここ。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。